こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました、みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。お願いします。何つけてるんですか、それ。何をですか。いや、いや、そのとぼけてるんですけど、これ何つけてるんですか。ついてるのちょっと馴染んでました。あ、なるほど、なるほど。今、動画を見つけたんです。面白い動画。このテープを使った前髪カットをお子さんにやってる動画を見つけたんですね。なので、ちょっとこれを自分でできるかっていうのをやってみたいなと思って、今日ちょっと用意してきました。なるほどね、はい、確かにね、これつけて切ってたら髪の毛へばりつくって感じだよな。そうです。で、ちょっと髪の毛顔につかないから画期的ちゃうかなってことやな、はい、どうなるか皆さん分かんないんですけど、プロがやって完璧に成功するかっていうのもちょっとね、見ていただければと思いますので、はい、ぜひ皆さん参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。今日使っていくものは透明なテープですね。こちらと横の髪を留めておくラッカール、そして髪を溶かすコーム、そしてハサミです。まずテープを用意していきます。結構粘着力が強いテープなんですけど、これをだいたい前髪の幅分くらいでカットします。で、この粘着が強いと最後髪が引っ張られてしまう可能性もあるので、一応粘着をちょっと肌に何回かつけて取っていきます。実際にテープを貼り付けていきます。まず横の髪をしっかりと留めておきます。テープを貼る前に櫛で溶かしていきます。この時に結構ぐちゃぐちゃになってるとカットラインがバラバラになってしまうので、しっかり毛流れを揃えていきます。そして上からテープを貼っていきます。だいたい一番下のラインがテープの一番下になるように貼ります。こんな感じで貼ります。では実際に切っていきたいと思います。めっちゃドキドキします。大丈夫かな。いきますよ。ちょっとやっぱり目とか怖いので、ちょっとちゃんとテープを持った方がいいのかな。いきます。え、切れてる、切れてる。え、めっちゃ髪の毛薄い。結構サクサクいきますね。いってるね、サクサクね。いってますね。だいぶ多分私の前髪が多いせいか、あの下の髪の毛がボロボロ落ちてます。ちょっと待って、切れました。やばくないですか。あ、でもちゃんとでも引いついてるね。見えます？なんか気持ち悪いです。こんな感じで切れたんですけど、この多分下のこの髪の毛がちょっとテープを外す前にちょっと整えますね。ちょっと手震えてます、すいません。初めてやからね、ほんまね。でも結構綺麗に切れてる気がしますよ。はい、こんな感じで切りました。テープ外したらどうなるかちょっと楽しみですね。ではテープを外していきたいと思います。おお、切れてません？切れてるかも。え、すごい。結構綺麗じゃないですか。え、すごい。悪くないそれ。悪くないだろう。めちゃくちゃこのカットラインは綺麗なんですけど、量が多かったりとかするとこういう風にちょっとピヨピヨって出てくるので、この辺はちょっと最後整えてあげますね。完成です。は
い、ということでね、前髪カット終了しました。はい、どうやった？聞いてて。いやもう簡単だし、パパッと一瞬で切れちゃったので、思った以上に綺麗に切れてびっくりしました。なんですけど、気をつけた方がいいところは、私的にはその、毛量が多い子とかはやっぱりちょっと下に毛が残りやすいので、そこをこうちゃんと切れるかっていうのと、あとは目とかもちょっと気をつけた方がいいので、テープをこう押さえながらとかちょっと慎重にやってあげるといいかなと思いました。そうですね、まつげ切っちゃう可能性もあるし眉毛切っちゃう可能性もあるから、 そこはやっぱ慎重、でもやっぱこうやってついてるから散らばりにくいし、掃除もしやすいしね、あと顔につかないから多分お子さん本当に結構いいかもしれない。そうですね、大人の方でももしかしたら使える方法かもしれないので、ぜひよかったら皆さん参考にしてみてください。はい、じゃあ今日も、最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるようなね動画を配信していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。この動画がよかったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もね、よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。なんだろうこれ。